捨ててたまるか！ なんだ今の！すごい！すごいですよ、ベジータさん！強くなったなどと口が裂けても言わせんぞ！突破！くそ！こうなったら破壊し尽くせ！奴の攻撃を全て破壊するんだ！死ななければ我慢！やれ！我らは何としても生き残る！破壊！己のプライド一つ守れ負け犬が！そんな貴様に俺が負けるか！破壊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 しきれぬほどの技を食らわせてやる。すごい、すさまじいエネルギーが溜まっている。まさか。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばだ、ブルマ、トランクス、そしてカカロット。トッポー、うん、ご苦労様です。ますそんな
トッポが負けるなんて。うわ、すごい試合だったね。そうだね、ほんとすごかったよね。第11宇宙トッポさん脱落です。ベジータさんは？ベジータのやつ、トッポを倒すために命を捨てやがったのか。ベジータ、そんな。あれはベジータさ。勝手に殺すな。頼んだぜジレン。無様だな、所詮この程度か。おい、何言ってんだ。うわ、全て捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトッポを倒した、褒めてやる。いいものを見せてやろう。ついに難敵トッポを倒したベジータ。そんな中、最後の一人となったジレンが秘めた力を解放する。果たしてジレンに悟空たちはどう挑むのか。力の大会試合終了まで残り4分。